あ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、こんにちは。いや、ちょっとなんか、はじめまして。はじめまして。なんか俺悩み事があって、はい。霊媒師の方っすよね。そうです、そうです。あ、そう、今日、はい、ちょっと最近悩み事があって、まあ、これ後で話すか。あ、じゃあ、いろいろ聞いていくっすね、じゃあ。はい、じゃあ、挨拶から俺は。はい。ちょっと、パッ今日の室に、おっぱいに来てもらったんですけど、ね、今日の今日は見てますけどね。おっぱいに来てもらいました。違う違う違う。あ、霊媒師の人に来てもらいまして、はい、ギャル霊媒師みたいな。はい、はい、お世話になっております。え、マジでギャルなんですか？ガチでギャルでした。もうフィシャロー店員やってましたから。じゃあ俺もギャル語なんで、今日何やりたいかっていうと、最近なんかめっちゃコメントできてて、なんか見てもらった方がいいみたいな。はい、霊媒師の方に金縛り俺連続で10回ぐらいなったりするんですよ、寝てる時に。え、そういうのもあってちょっと見てほしいなっていう。ただ、あー、なるほどですね、うん、で、あとプラスなプライベートなこと聞いていきたいなって。あ、全然本当にそういう機会ないんで。あ、確かにね。いや、そうっすよね。そんなこと聞かれることないっすもんね。そうですね。あ、じゃあちょっとそれやっていきたいなっていう、はい、揚げバターみたいなやつを、なんか丁寧な料理チャンネルみたいなことやってるから、ちょ、料理だけ作りますね。ありがとうございます。なんか結構すごい手込んで作ってますよね。あ、そうっすね。わかんない、俺なんかそういうこと見てもらったこと一回もなくて。初ですか？はい。占いとかすら行かないから俺。逆に何したらいいか、なんだ、どうやって見てもらえるんですか？そうですね、もし見るんであれば、はい、まあなんかちょっとゆっくりお話できるタイミングの方がいいと思うんですけど。あー、そういうことか。なんかそれこそ気になる質問みたいな。え、じゃあパッと見俺どういう感じに見えるんですか？なんか私、第一印象、はい、初めましてじゃないですか、はいはい、めちゃくちゃ精神的な自立してるなっていう印象が強かったです。あ、マジっすか？はい。やべえ、立ってきちゃうわ。あ、ちょこんな下ネタ早いんですね。やっぱ俺いろいろ早いから、俺結構いろんな意味で。めっちゃ意味深ですよね。あ、そうっすね。悪い感じしてないみたいな。しなかったですね。かぶってる方がいないと思います、はいはい、こういう感じで。まあそんないいこと言ってくれるんですね。はい。ちょ、気持ちよくなってきたっすね。いろんな意味で意味深ですね。じゃあ後で食ってる時になんか俺のこと聞いて、なんて呼んだらいいですか？普通に何でも、あの、ゆいさんでも何でも。あ、ゆいさん。はい。じゃあゆいさんのプライベートのこと聞いていく。あ、そう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 。じゃあ、ね、はい、年収いくらですか？ちょだ。あ、でもあれですよ、あの、概要欄から飛んでもらえると、あの、はいはい、くっきりした数字が見られると思うんで、皆さんよかったら、いつも自分の動画の概要欄に公式 LINE の方載せてるんで、はい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 、そっち飛んでいただけると、はいはいはい、登録はただなんで。普通に見てもらえるもんなんですか？なんか、あ、なんていうの、動画見てもらいたいなと思ったら普通に見てもらえるもんなんですか？あ、もう全然普通に昔と変わらず一般の方を、はい、まあ、中心に。あ、じゃあ YouTube はたくさん見てんじゃないですか？結構。そうですね、うん、一番やべえやつとかいますか？なんかありましたね。嘘。え、それがちょっと怖いなっていう。なんか俺逆にそういうの見てもらったことないから、取り憑かれてるなってですか、表現。そうですね、取り憑かれてるですね。そういうの何も分かんないから、聞いたらなんか気にしちゃいそうで怖いですね、結構。あ、でもそういう方多いですよ。あ、本当に？はい。結構そっちのが普通かもですね。気になるから聞きたくない、怖いとか、これ絶対おかしいよねって状態が進んだらもう意を決して聞くみたいな方が多かったりするので。あ、そういうことか。 YouTuber で一番やべえなと思った人って誰ですか？私結構同率1位ぐらいで2人いるんですけど、はいはい、平成フラミンゴの猫さんと48のエンさんですね。結構やばかったです。え、何がやばい？え、何がやばいですか、それって？本当にエンさんの時はもう命の危険を感じて、本人も自分でも明日生きてるか分かんないぐらいな思いで毎日過ごしてたらしいですね、当時。これ早急に本当に会ってなかったらまずかったって、もお互い泣いたりしてて。じゃあ沈みやすい人の特徴とかあるんですか？なんかあります、あります。例えば運気が落ちやすいとか。ああ、教えてほしい、はい、なんか役が逆につきやすくなったり、八方下がりになりやすい方の特徴ってあって、はいはい、とにかくやっぱりマイナスな考え方にどうしても移行しやすかったり。あ、そういうことね。それが続くと勝手に言葉に出るじゃないですか。あ、まあそうですね、確かに。言霊になっちゃって、はいはい、気づいたら何にもうまくいってないとか、困っちゃってるとか。じゃあ言うことって大切なんですね、結構。大事ですね、ポジティブめちゃくちゃ大事ですね、本当に。本当に？あ、いいっすね、そんな感じなんですね。そうなんですね、じゃあ経験人数何人ですかって。めっちゃ言うと全然内容違う。あれですね、初の禁断トークですね。待って、そういうこと聞かれることないっすね。でも友達同士だとあるじゃないですか。はい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 。あ、でもギャルって言ったらなんかそういうイメージじゃないですか、やっぱ。そうですね、うん、まあ、あとは年齢も
含めたら、まあまあまあ、二桁は考えてもらえる。ああ、二桁、じゃあまあ、じゃあ二桁って。え、待って、金縛りって関係ある？これ本当にどっちもあるんですよね。完全にストレスとか疲れからなってる方と、完全に霊障の方で結構分かれます。ああ、そうなんだ。はい。怖い夢ばっか見て、まあ、例えば、まあ、部屋で寝てるじゃないですか、結構。はい、で、ドア閉まってるじゃないですか。はい。で、ドアがいきなり開いて、黒い物体みたいなやつが入ってきて、なんか目の前にずっといるとか。それは夢じゃなくて、金縛りになってる時に見てるってことですか？夢なんですかね、わかんない。どっちかわかんなくて、自分も。でも、はい、一つ言えるのは、はいはい、それ見るだけで何もされてないんですよね。あ、何もされてないですよ。それ見て終わりですよね。あ、そうそうそう。ですよね。はい。それはもう、理由があるんですよ、ちゃんと。理由あるのこれ。じゃあ、例の可能性全然ありですよ、じゃあ。あ、しかも、もう原因わかってます、はいはい、もうここ。ちょっと怖い怖い怖い。マジで。めっちゃ怖いんだけど。原因わかってんの？原因わかってます。マジ？じゃあ、その後教えてほしい。そうですね。説明しますね。いきなり怖くなってくるんですよ、なんか。逆に、はい、思ってるよりちょっと安心できると思います。まあまあ、なんかマシな原因でしたよ。でも楽しくなってきたら、なんか俺そういうのマジで聞いたことないから、童貞みたいなもんだけど。なんか言うと思いました、今。初体験とかそっち系。あれじゃん。初体験いいですか、じゃあ。初ですか？ 15 です。あ、15？おはよう。ちょっと俺これ作ろうとしてたんですよ、このあれ、この美味しそう、めっちゃ美味しそうですよね、これ、はい、この揚げバターのやつ、俺凍らせるの忘れてて、うまく作れなかったから、あのバターの塊にいいですか。サムネにこれ貼り付ければいいんで、全然完成したっすね、はい。じゃあ必殺技やっていいですか、俺の。はい、お願いします。あ、ちょうどいいっすね。ちょうどいいっすね。え、俺の必殺技ちょっとあって、はい、ちょっとそれだけ披露したいなっていう。あ、うん、ぜひ。じゃあ例に関係あったら教えてください、これも。はい、わかりました。いいですか、はいはい、関係性ゼロです。ゼロこれ。あ、これやってるから吸い寄せてるっていうかな、関係ないっす。逆に音が響いてて、はいはい、清めになってます。あ、マジ。じゃあ、真似します。真似ちょっと やめてきますね。ちょっと真似はできなそうですね。なんかクオリティが高すぎて。部屋見てもらっていいですか。あ、わかりました。どこからでも。え、どこからでも、はい、やっぱじゃあエッチな場所からベッドあるんで。あ、はいはいはい、はい、あ、この部屋で金縛り合ってるっていう俺ちょっと、はい、はい、間違えて入っちゃった人だけ一人いますけどね。どこら辺にいるんです か、 いいですか、はい、ちょうど今頭触ってます私。え、寝て顔だけが出てます。顔だけ出てるんですか、そこに。はい、え、超怖いんだけど。え、誰の顔、誰の顔なんですか。あ、もう死霊って言って死んだ。あ、死んだ人。はい。え、死んだ人がここにいるの。うちの霊で、はいはい、入ってきちゃったんだと思います。あ、そうだっすね。でも全然害はないので。あ、害ないんだ。多分この方が何かしてるっていうよりは、はいはい、バリアって言ったら分かりやすいと思うんですけど、はいはい、その結界とかが弱まってて、はい、入りやすくなってきちゃってるんだと思うんですよね。だから寝てる時に襲われやすくなってんのかな、はい、この部屋が。そうです、そうです。守りが足りないってことか。そうです。なんかある意味教えてくれたサインって感じです、どっちかっていうと。あ、教えてくれたサイン。ちなみに女性です。あ、女性なんだ。はい、ちょっと勃起してきちゃった。ちょっと絶対言う。女性がいるんですよ、ここに。女性がいました。まだいいや、じゃあ。ならマシっすよ、まだ。20代後半の。え、普通にエロくないですか、それ。なんか無害なんで、はいはい、なんか逆に教えてくれた感じ。優しい。はい、うん、ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう。じゃあこっち行っていい、はい、そうですね、はい、いいですか、開けて、はい、失礼します。開けちゃうんすね。開けちゃいます。いや、1。あ、もう全然、はいはい、やっぱり問題ない。 あ、問題ないですか。もうなんか正直、はい、もう今回ってない、はい、全部回ってない前ですけど、はいはい、いろんな方のお家見させていただいてるじゃないですか、はいはい、めちゃくちゃいいですからね。嘘。俺、え、何がいいですか、それって。気の流れが。あ、気の流れ、はい、悪くないんですよ。で、さっきおっしゃってた、うん、原因ってあるって言ったじゃないですか、はいはい、部屋じゃなかったですね、はい、建物です。建物？ここが大事だろ。この、はい、ここの中はなんか安全性感じるんですけど、はいはい、玄関
班から外出た時めっちゃヤバさ感じました普通に。あマジ、はい、ちょ怖つい最近ちょっと動画でも練習についてっていうのをコラボさせていただいた方とか自分の動画でも話してるんですけど、はいはい、めちゃくちゃ匂ったんですよもう玄関のエントランスで。霊の匂いってことですか。そうです、霊の匂い。あでも確かになんか雰囲気悪いっすよね結構。悪いですよね、はい、あでもこの部屋はいいんだじゃあ逆に。そうです、この部屋は逆に、はいはい、守られてたんで、だからあの子が一体で住んでたんだと思います。はいはい、あそういうことか。そうですそうです。えじゃあその続きちょっと食べてる途中に。あ、わかりました。はい、ぜひぜひ。揚げバター完成したからバターですよね。ああ、揚げバターですよ、ね、揚げバター、うん、食ったことあります。初なんですよ、美味しいですか。食ったことないんで分かんない。サムネどうしようかな。さっきのなんか載せるんでしたっけ、ね、同じ揚げバターで俺が微妙な顔してるみたいなえみたいな。むずいな、どういう表現しよう。いや結構なんか困ってる顔になってましたよ。あ、ですか。じゃあ後でもう一回撮らせてください。はい、わかりました。早速ね、こんな感じで作りましたんで、どうぞ、はい、じゃあいただきます。あ、美味しいですね。いただきます、せっかくなんで。あ、食ってくれるんですか。はい、あ、めっちゃつぼんだ。あ、うまっ。あ、美味しい、美味しいっすよね、これなんか。美味しいですよね。あ、揚げかすみたいな。うん。じゃあちょっと、お願いしていいですか。え、俺何見てもらったらいいですか、俺の。なんか、やっぱりあれですよね、はい、今後の自分の、はいはい。ああ、確かに確かに。今後ちょっと気になるっすよ、やっぱ。さっき作ってる姿見てて、はいはい、見てて分かったんですけど、はいはい、結構、うん、がっつりちゃんと戦略立てて、自分のペースでお仕事されてた方が、はいはい、うまくやれる方なんですよ。あ、そうなんすか。はい。しかもなんか、はいはい、自分で全部やった方が、めちゃくちゃ基地に出ますよ。はいはい、なんか、ある程度結構、ほぼ一人でやってるからずっと。昔からですか。はい。あ、もうそれあんま任せたくねえなっていう気持ちあるっすね、やっぱ。なんか任せると変えられちゃいそうです、うん、全部あのもう流れも。例えば自分が今日これをやりたいっていうのを決めてたのに、はいはいはい、全然違う方に持ってかれたりとか、あそうなるともういいやってなっちゃう、うん、めんどくせえってなっちゃうかもしれないですね、性格的に。そうですね。あ、そういえばさっきの話気になるんですけど、なんか練習ですか。逆になんでこの部屋だけ OK なんですか、なんか。あ、そうなんです、そうなんです、はいはい、やっぱりこれ、はい、本当に冗談抜きで、はい、住んでる方のマインドとか、はい、気持ちの持ち方でだいぶやっぱりポジティブか、はいはい、マイナス思考か流れも変わりますし、例だけじゃなくてそれがなんか夜行落としとか魔除けになったり、どうしてもマイナスな気でいるとマイナスなものしかつかまなくなるんで、それでやっぱりこう流れが止まっちゃったりするんですけど、はいはい、私が見て、はい、もう本当にいろんな方のお家来させていただいて、はい、めちゃくちゃいいなっていうのが第一印象がちょっとびっくりしたんですね。はい、良すぎてびっくりですね。あ、マジ？え、じゃあ俺相当能天気な野郎ってことですか？いや、なんかめっちゃポジティブなんでしょうね。なんかもう細かいこと考えてもしょうがねえみたいな、とりあえずもう今やることやっちゃおうっていうのが強いんだと思うんですよね。はい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 、俺のおかげなんだ。じゃあそうです。俺がよくしてましたよこれ。あ、マジ？あ、じゃあいいっすね、自分結構このままいたら。え、悪い部分も何もないですか？いや、本当になかったんで、なんか全然別にここにずっといてもらってたい、うん、あ、マジ？マンションがなんか、下がなんかひどいって言ってたじゃないですか。はい。え、それは別にいいですか？いや、マンションがやっぱり結構、はい、めっちゃ暗いじゃないですか。え、めっちゃ暗いっすよね。こうやってきたんですよ。部屋番号間違えない。そのレベル？あ、本当に？マンションのもうエントランスに来た時に、うんうん、あのなんか薄暗いっすもんね。めっちゃ薄暗いですよね。うん、うちのスタッフにクサって言っちゃった、はいはい、私が寝ちゃったぐらい。ただ、マジクセえだけじゃない。このゴミみたいな。いや、こうふーって一瞬流れて、はいはい、そっから一回もしてないんですよ。怖っ。だからマジ、うわ、やっぱそういう系かと思って、うん、お部屋入ったら、はいはい、すごく清まってたんで、結局大事なの自分の陣地だけ守れれば。じゃあ関係ねえな、はい、別に。相当良くないですか。じゃあそのマンションに住んどきながらいいってことですよね。あ、そうですそうです。じゃあもう何もねえってこと。何もないですよ。え、なんか俺もっと期待したのは除霊みたいな YouTube でよくやってるじゃないですか。あ、やばいっすよ、ここら辺やばいっすよとか。え、そういうのが何もないっていう感じですか。いや、それ本当に想定外でびっくりです。本当にないんですよ。ないんだ、はいはい、皆さんもできることなんですけど、はいはいはい、朝やっぱりこう、はい、早い時間とか、はいはい、午前中とかが一番いいんですけど、はいはい、窓開けて、うん、空気の換気してもらうだけでもお清めになったりとか。あ、換気するだけでいいんだ。はい、あとはもう手を
とにかく手を叩いて、手叩いて、はい、音を散らして清めてもらえれば、うん、全然大丈夫ですよ。さっきの声かもしれないですね、結構。あ、必殺技の。あ、はい、あれは結構なボリュームでした。ああ、そうっすね。あ、じゃあそうなんすね。意外と何もないっすね、はい、何もないですね。今後の俺のどういう風に進んでいったらいいかとか、このままでやった方がいいのかとか。はいはいはい。あ、うん、それで言ったら、はいはい、占いですけどね、運気的にはこのまんまをもう1年続けた方がいいです、はい、来年これを続けることで、はい、ちょっとずつなんですけど派生して仕事がこう、はい、増える感じなんで。将来明るいっすか？明るいです。なんか自分で決めてます。全部です。プライベートも全部明るい。なんかこれは嫌だ、はい、これは欲しいとか、自分でいつも結構はっきり答えてるタイプだと思うんで、そのまんまで進めてますよ。じゃあ、はい、自分に従えばいいってことですか？そうですね。なんかやっと逆に流れ良くなったみたいな感じだと思います今。ああ、確かに流れ良くなったっすね最近。そうですよね。だいぶなんか抜けた感がありますよ。あ、抜けた感。あ、一皮むけたみたいな。そうですね、まあ、方形ですけど。はい。風方形。はい。全然笑っちゃうコーナーで。ああ、そうですね。あ、よかったですね、はい、あとじゃあ 何聞こうかな。やっぱ金好きなんですけど、はい、金どうなりそうですかね。3年ごとっていうんですかね、バランスで平均で言うと、やるお仕事の内容が変わっていく感じなんですよ。それで言うと直近だと再来年の2025年からなんかこう流れが変わっていく感じで、また新しい仕事をその始めていく感じなんですね。ただやっぱりメインはこれで、サブみたいな感じで、ああ派生させてみたいな、あ準備段階みたいな今。あ、そうですそうです。で不労所得がちょっとずつ増えていくっていう感じ。あ、そうなんですね、はい、あ、いいっすね。じゃあ結構そうなんですよ。いいことばっかっすね。結構なんかなんかでも前のが苦労すごかったと思うんで、抜けた。あ、こうってことですか？なんかもうこう言っててやっと来たぞみたいな、はいはい、ああ、はい、確かにそれ合ってるっすね。だいぶなんか何にもうまくいかなかった時の方が多いですもん。だからそれでちょっと変わったかもです、うん、なんかもう余計なこと考えたり期待しすぎんのやめようみたいな、はいはい、ああ、人間的に人間的に成長しちゃって、はい。いや本当そうですね。本当お世辞抜きで想定外だったんですよ。要するにいろんな動画見てくださってる方、はいはい、多分私こんな笑ってないと思うんですよ。ちょっと緊迫してる顔が多いなんかあると。下ネタ言われて気分良くなってるとかじゃないですか？あ、じゃないよ。違うんだ。和みましたけどね。あ、和んでみたいな、はい、じゃあ YouTuber の中で言ったらいい方、はい、めっちゃいい方ですよ。めっちゃいい方。めっちゃいい方です。トップぐらい。指折り入りますね、トップ3には。あ、マジ？はい。お、そんないいんだ俺。めちゃくちゃいいです。そんな引っ越す気はないですけど別に。全然ずっといていいと思いますよ。あ、逆にいた方がいい。こんだけちゃんと守られて、はい、いるんであれば。あ、来年更新日なんですけど、あ、ステイした方がいいってことですか？ステイしていただいて、はいはい、次の更新は引っ越しがいいかもです。めちゃくちゃ何もなくいいですわ。あ、ない、はい、ほぼない。ないです。多分明るい動画メインで撮ってるじゃないですか、はいはい、だから余計かもですね。あ、そういうことっすね。笑ってるっていう動画が多い。確かに常に笑ってるから結構俺。あ、じゃ あ恋愛とか。あ、うん、恋愛ですね、うん、恋愛のこと聞きたいですね。これでもファンの方分かってるかもしれないんですけど、はい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 、結構自由でいたい人だと思うんですよ、はい。まあ、縛られたくないというか、はいはいはい、でもいろんな女の子といろんな関係性で仲良くはしてたいというか。そういう感じなんですか俺って、はい、なんか縛られるのは多分すごい嫌いです。私縛られるのは嫌いですけど、結構一途ですけど俺結構。あ、でも一途になるときは自分で覚悟したときだと思います、はい、あ、そういうことね。もう俺この子に決めた、俺この子好きになったからみたいな。あ、はいはい、あ、確かにそうかもしれない。そう、流されないんですよ。なんか自分の気持ちに従うんで、はい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 、女の子が逆にこう口説いてきたり、なんかこう近寄ってきたとしても自分の気持ちを優先するって。あ、はい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 、突っ張れちゃうかもしれないです。そうですよね。あ、めんどくさい子嫌いだと思うんですよ。いや、で嫌いですはい、はい、仲良く友達乗りになれる子が、なんか気づいたら彼女とか好きな子とか。あ、はいはい、あ、確かに確かに確かに、はい、まあなんか友達みたいに接してれる方がいいっすね結構。女性ってより。そうですよね、うん、女性と接するっていう感じより。それはすごく感じたのと、まあ、グッドニュースとしては、はいはい、そういう方と結婚されたら一番夫婦運いいですよ、はいはい、あ、本当ですか？はい。そうなんだ。あ、そういうなんか感じの人とためになるっすね、それは結構。じゃあ、ウイス。ウイスウイスって感じです。ウイスって感じです。はい、まあ、そんな感じか。
じゃあ、あざしたもっとひどいこと言われるかなと思ったんですけど、意外と大丈夫なんですね。いやもう全然、なんか逆にそれびっくりしました、私も。あ、はいはい、本当にないってあんまり言うことないので、見てる方びっくりすると思います、はい、自分もなんか全部チェックできたわけじゃないですけど、なんか他はもっとひどいですか？いやもうなんか、うわーみたいな、こりゃやばいわとか、なんかもう独り言言ってる時とかもあるんで、まあ、ずっとこのイエーイって楽しめてるのが多分ちょっと新鮮だと思う。新鮮なんですね。だいぶ下ネタ言われて気分良くなってるじゃないっすよ、別に。あ、じゃないですね、じゃないっすね。こうの、いいノリだなっていう。あ、いいノリだなっていう感じですね。じゃあ、はい、ほぐれました。 ありがとうございました。